で、2枚もらった。なんでお前も。俺一番声張ってるんやけどね。なんで超すごい。一つ提案あります。おお、あとは最近めちゃ流行ってるの。日曜日。あ、20円ちょっと。ポツ用。ポジュー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 でいいんだよ。ポジューちょっとキモい。なんか響かないね。ポジューポジュー。はい、ところで、皆さんこんにちは。はい、プロデューサーの JY4 です。こんにちは。今ちょっとレッスンの休憩の合間なんですけど、はい、そろそろね、このグループの名前を決めたいなと思います。僕はもう頭真っ白なんで、これもやっぱね、メンバーたちの力を借りて、うん、このグループの名前をちょっとね、考えたと思います。日本語でいいの？いや、日本語がいいです。過去はな、過去はな、過去はな、最後につけるやつ何とかは。バンジの名前やで、これは。ほんまに。え、でもさ、ファンタスティック4。やだね。著作権引っかかります。なんかの略がいいんだよね。なんかの略、 AKB みたいな、なんかの略だっけ、 AKB アキバーだよ。アキバー、アキバー、アキバー48とかね。そう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 、なんかの略がいいんだよな。アトムの家は KSC GO 金市町、金市町やだな、金市町。どうですか、バイさん。バイさんやめて。でもミックスいいんじゃない、みんな一個ずつ出して、うん、ごちゃ混ぜでよくない。とりあえずみんな単語1個ずつちょっと出してみて。はい、俺はおっぱい。おはい、おっぱいを全然、なんで単語もう何にも考えなくて、もう単語、とりあえず単語。はい、好き、好きなもの。そうそうそう、おっぱい。もう何回も言われて、分かってるんで。もう1回言えば分かるんで大丈夫ですよ。おいしいよ。お茶漬け。ピタチュウ。オムライス。あんの。すいません、王が3つあるんですよ。現状王その投げだと思った。食べ物にしようか。はい、食べ物。あ、好きな食べ物。そう、はい、寿司、お茶漬け、塩辛い、エス、オムライス、焼肉、そっそいですね。そっそい、そっそい、今のところ順番ダメかもしれない。順番ダメかもしれない。じゃあこの順がダメだったの。そう、その順がダメなの。じゃあそこに並び替えて。そうそうそう。いいじゃん、ピーで。あ、そう。ピーじゃない。ピーじゃない。最初食うんだよね。そうそう。S頭文字に被らないようにしよう。ね、なになに、じゃあジャンル。ジャンルは、そうですね。ジャンルすらやってこない。やめてもらっていいですか。止まりました。ついに止まってしまいました。え、今、俺も出したよ、ちょっと待って。え、何を出したの。ホタテ、それ英語とかじゃないですか。あ、英語。今、食べ物をなんか、英語にして、リリーさんは英語にして。あ、ホタテ英語じゃないの。知らん。ホタテ、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 黙ってるだけじゃん。ホタテ、カッコ名詞、調べてください。食材でいいから。そう、卵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 、美味しい、卵が好き。エグ、エグなんちゃらね。エグ、エグタルト、エグタルト。そのまま普通のスイーツやな。んとかエグか、なるほど。その前の、そう、その前なんかちょっとスーパーエグ、よ。あ、ダサい、ダサい。なんか金か、だってもうこのグループで金稼ぎたい。確かに。ゴールドエッグ。ゴールドエッグ。ゴールドエッグ、なんかどっかで聞いたことあるんだよね。え、ゴールドエッグ。じゃあ、何々マネーでいいじゃない。何々マネーみたいな形。ゴートゥーマネー。ゴートゥーマネー。ゴートゥーマネー。採用。ロードトゥーマネー。ロードトゥーマネー。かっこよくない？金の道みたいな。金の道。ああ、いいね。ロードトゥーマネー。マネー、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 マネー。マニー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 。とりあえず候補出して視聴者に投票させるもの。視聴者がでかいに聞いて、それは候補出して。マニーレディ。マニーレディ。なんだよ。もうそ
おばさん、おばはんの英語なんだ。英語ではおばさんをこのように言います。あ、ごめん。あ、ごめん。いや、あ、ごめん。俺で略せるよ。あ、ごめん。ちょっと待って、グループ名をおばさんにしようとしてるのどういうことなのそれ。イコールマネーイコール入れちゃうの。イコールマネーでいいんじゃない。イコールマネー。じゃあ一人一個出すって感じですか。そうです。あ、イコールマネー。そういう全員のやつかっさらって言ったよ。じゃあちょっとポーちゃん最後にしましょう。じゃあ、はい、じゃあススさんから行きましょうか。一人一個イコールマネーでいいじゃん。ノットイコールマネ。ノットイコールマネ。はい、来ました。メイビーイコールマネ。メイビーイコールマネ。5色餃子だね。5色餃子、はい。5色餃子、もう悪くないと思うけどね。では最後、JY ポーさん。タイムイズマネ。タイムマネ。出た。普通。めちゃくちゃ普通できた。タイムイズマネ。とりあえず、もうあのイコールマネで。はい、イコールマネ。イコールマネ大丈夫ですか。はい、イコールマネ、カッコ笑い。はい、カッコ笑い。じゃあ、イコールマネ。はい。表記もちょっとかっこよくいける。まあ、表記もいきますけど、そう、まあ、投票制にしなくていいってことですね、もうここで。そうですね。文句ある人はコメントで。はい、もし、イコールマネよりいい案あれば、ちょっと、まあ、受けます。以上。以上。グッバイ。そうですね、これはもう、世界への叫びですね。俺たちは金が欲しいっちゅう。面白すぎた。そう。イコールにはどういう意味が込められてるんですか。いや、わかんないよ。なんとなくなんかかっこいいなって。あなたは ATM。You are ATM。意味はないってことですか。特に意味はない。かっこいいから。イコールつけて。まあ、でも全て、世の中すべてイコールマネやから。そういう意味。どういうことですか。そういうことです。お笑い芸人になったな。この世の中を全てイコールマネ。でも何でも金になれるなのでイコールマネ。そういう意味合いです。あ、そうなんですね。そういうことにしたんですね。そういうことです、最初から。お金が PS する。あ、最初からそういうことです。最初からそう考えた上でこれ出したんですから。ちょっともう一回じゃあ意味を教えてもらっていいですか。どう